どうもこんにちは。こんにちは。ナナちゃんです。七不思議の吉田モーモーです。川上信です。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい。はい。お越しいただきました。はい。川名真理子さんです。よ川名真理子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お越しいただきまして。いや、なんかいつもお世話になっております。いやいや、こちらこそ。まあ、当然僕、川名さんのご存じやっておりますけども、はい、どのようなご縁で、ご縁これ怪談番組、ね、そうですね。でイベントとかでもお会いして、そうですね、イベントでも、はいはい、でお話しする機会が、うん、ありまして、うん、でやっぱりね、チェスでいうところの怪談界のクイーンじゃないですか。やら褒めすぎ褒めすぎ褒めすぎ、クイーンを積もってこないとって積もるって言うな、そんな失礼なことを。積もられました、積もられましたと。積もられました。そうなんですよね、ちょっと、ご興味ないですか、 YouTube 出てもらえないですかみたいな、ちょっと交渉させていただいて、お越しいただいた。いや、これは嬉しいですよね、本当に。私嬉しいです、本当に。ありがとうございます。ということで、はいはい、今回我々のですね、チャンネルでは皆さんお越しいただいて、こう怪談怖い話していただいてるんですけども、はいはい、川野さんも一つ、あ、はい、いただいてもよろしいでしょうか。はい、しょうか。もちろんです。あのですね、はい、実言うとこのお話まだね、外でしたことがないんですね。今度は28日に発売になる、はい、108怪談日の閻魔という竹書房怪談文庫の新刊があるんですけど、はい、そちらに書かせていただいたお話で、はい、これはね、北海道ご出身の、はいはい、まあ、仮にひなさんとしますかね、お仮のお名前、はい、ひなさん、はい、現在26歳の女性から聞いたお話なんです、はい、彼女がね、小学校の 3,4 年の頃、だから2003年ぐらいの頃ですかね、はい、に体験されたお話、はい、彼女のね、家というのは札幌の方にあったんです、はい、で市街地にあったんですけれども、母方のね、おじいちゃんおばあちゃんのお家、これはね、ちょっとね、北海道の中でも田舎の方にあったんです。で、もともとは炭鉱の町だったと。あ、なるほど。ところがね、もう炭鉱をね、もう閉山しちゃってますよね。でもその辺とても寂しい感じになっちゃって、人がすごい減ってしまった、うん、で、お盆の頃にね、よく遊びに行ってたんですよ、はいはい、まあ、ちょうどね、まあ、人はいなくて寂しいんですけど、小川が流れていて、まあ、なかなかに風光明媚なんです。自然がいっぱいで、はいはい、まあ、子供が遊ぶには適しているということで、で、その時もね、一夏ほとんどね、おばあちゃんに過ごして、で、お盆の入り日から少し経ってですね、まだね、お昼ご飯の前ぐらいに遊びに出たんですよ、はい、で、外に遊びに出た。で、ふっとね、外に出るとね、大きなね、黒いアゲハチョウがね、おばあちゃんが丹精していた木にこう止まってるのが見えた、うん、はい、で、この大きさというのがね、本当に大きかったそうなんです。後で調べたところ、これはミヤマカラスアゲハという種類でした。大きな個体だとね、横幅がそうですね、15センチぐらい、大きいですね、かなり大きいです。大きいですね。大きいです。で、羽を広げると青く輝くんですね。まあ、カラスの濡れ場色ってね、青や緑や紫に輝く金属光沢があるじゃないですか、はい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 、あんなような感じのちょっと玉虫色がかった青みがかった金属光沢の輝きがある、はいはい、で、羽閉じると黒いんですよ、これがこうね、綺麗ですよね。そう、大きなのがいて、で、ひなさん虫が大好きな子でした、うん、もう外に出るときは常に、その頃、子供の頃はね、はい、虫取り網と虫かごを欠かさず持っていた。ほう。その日ももうフル装備です、はいはい、もうこう持っている、こう取ってやる、はいはい、この蝶々、特別な蝶々、はい、もう絶対捕まえて、はい、ふってやったんですけど、はい、まあ、逃げられちゃった、はい、ひら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 と逃げていく、うん、で、彼女追っかけていくわけです、はいはいはい、と、おばあちゃん家の家の庭から出た。外はね、おばあちゃん家の家の庭から出るとね、外にすぐ、ね、まっすぐな一本道があるんですって、うん、遠くのね、地平線まで道がだーっと、うん、なるほど。でね、誰も歩いてない、車も全く通らない、ちょっと土ぼこりの道なんです。ほうほう。で、周りはね、まあ、森とか、まあ、草原みたいのがある。で、人気がない。昼間です。で、遠くには陽炎が燃えている。ほう。
そこをね、黒いね、そのカラスアゲハがひら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 と飛んでいくんです。彼女は待て待てと虫取り網を構えて追いかけていく、はい、うん、するとね、どこからともなくそのカラスアゲ、同じ黒い蝶が集まってきたんです、ね、ほう。それでそのこの黒い蝶が一頭だけ、蝶々って一頭二頭って数えるんですよね、はい、で一頭だけいた、はい、でところがそこがね、何頭も何頭も集まってきちゃった、うわーっと集まってきて、あ、すごいすごいって追っかけながら、まあ見とれてると、はい、このひら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 飛んでる蝶々がもう20頭30頭と大きな黒い雲のように集まって、それがその道の上を飛んでくんですって、はいはい、で彼女はそれを追いかけて、蝶は何か普通の蝶々よりも動きが遅い、この蝶は多分大きいからでしょうね、空気の抵抗があるから、はいはい、ひらんひらんと独特なゆっくりさで羽ばたくんですよ、絶対追いつけそうじゃないですか、自分の足の方が速いと彼女思ったそうです、はい、ところがね、追いつけないんです。で一生懸命走っていくのに、なぜかゆっくり飛んでいるようでありながら遠ざかっていく、はい、もうかなり追いかけました、おばあちゃん家からうんと離れた、でも追いつけない、とうとう疲れてね、彼女はね諦めました。するとその蝶の群れはゆっくりゆっくり遠ざかっていったんですね。でこの話を夏休み終わってから学校の先生にしたら、学校の先生がアゲハチョウのような蝶は蝶道といって、蝶に道と書くんですけど、蝶道といって蝶が通る通り道というものがあるものなんです。で蝶々が出すこうフェロモンがね、空気の中、空中にこう道のようなもの、人の目には見えませんよ、はい、それが描かれていて、そこをまあ通るんであると、そういう話をしてくださったそうなんですが、先生はそれね、追いつかなくてよかったよって、蝶は死者の魂の化身であると、そういうこともありますよ、そう言われてもいますよって、でちょうどお盆だったじゃないですか、はあ、なるほど、で昔はその辺にたくさん人が住んでいた、みんないなくなったり亡くなったりしたところですよね、もしかしたらね、そこに前は住んでいた皆さんの魂が黒いアゲハチョウに姿を変えて集まっていたのかもしれない、どこまでもついていってしまったり、また追いついてしまったら何が起きたんだろうねと、そういうふうに言われたそうです。ありがとうございます。不思議なお話ですよね。いや本当に捕まえなくてよかったですよね、実際。そうですね、なんかね、うん、ちょっとお話聞いた感じ、ちょっと蜃気楼みたいな感じなんですよ、追いかければ追いかければ、逃げていってしまって、そうそうそう、不思議ですよね。でも目の前にいた 一頭の蝶から始まってるんで、はい、そやっぱり本当にいた虫なはずなんですけれども、うん、はいはい、なぜか、そうですね、1頭目はそうですよね、そうなんです、ところが集まってきて遠くに行ってしまったという話なんです。なんかそれこそ神隠しとか、うん、なんかこう日本では多いじゃないですか、うん、えー、そういうのがきっかけっていうね、いざなわれてもあるかもしれないし、ね、あとそういうふうに例えば、まあ、今だと蝶でしたけど、蝶がまとまってなんかそういうふうに移動することって自分の中で集まる、そういうのが集まるのって例えばカバシラであったりとか、まあ、あとあの渡り鳥みたいな感じの蝶っているじゃないですか、うんうん、季節によっていろんなところに行き来する蝶っていうんですけど、なんかちょっとそのことを思い描いたりもしたんですけど、面白いですよね。不思議ですよね。なんかこのひなさんからその同じおばあちゃん家の話も一個聞いてて、はい、それすごい短い話なんですけど、はいはい、やっぱりお盆の時で、はい、お盆の時になるとね、あの、まあ、その週末とかね、親戚がすごい集まってきて、はい、まあ、法事を兼ねてたりする時もあって、はい、30人ぐらい集まってきて、誰もいないその集落に大勢みんな車で来て、集まって、みんな大人たちはね、まあね、お酒飲んで騒いでね、でひなさん、そのお酒飲んでるおじさんたちとか嫌いで、はい、お父さんが酔っ払ってる姿もあんまり見たくない、子供は特に女の子潔癖だったりするから、はいはい、それでね、その今で大人たちが飲んでるのを逃げて、はい、仏間に来たんです、はい、で仏間に来たら、ね、仏間お線香をあげた後で、まあ、それ仏壇があるんですけど、その仏壇の前にね、はい、彼女が思った、まあ、小学校 3,4 年の頃の彼女が思うには、はい、真っ白な浴衣を着たおじいさんがぼんやり立ってたんです。ほう、まあ、彼女は浴衣と思ったんです。浴衣、はい、真っ白な浴衣、うん、ね、うん、来たおじさんが立って、はい、ぼーっと立ってね、うん、みんなあっちにいますよ、はい、お客さんだと、あ、なるほど、大丈夫おじいさん、はいはい、あっちでみんなご飯食べてますよ、はいはい、
ったらおじさんこうやってね、全然返事しない、うん、ね、見えてますか、はい、おじさん大丈夫ですか、どちらからいらっしゃいましたか、言ったらおじさんが急にへって見たんですね、はい、ギロって見られたらゾーって全身寒くなって、はあ、わーやだーと思って、はあ、わわわっと、お母さん、今ね、あっちに変なおじさんいて、白い浴衣着てぼーっとしてるんだけど。はあはあ、で、お母さんが、いや、そんな人いないはずよ。お父さんにも言って、お父さん、お父さんってなんだって酔っ払ってて、はあ、そんないない、みんなここにいる。え、おかしいな。もう一回その仏間戻ったら、はあ、誰もいなくて、ただお線香の匂いがしてただけだった。で、それを、それで終わった後にお母さんにもう一回話したんですって。はあ、おかしい、いなかったよ。たらお母さんが、ああ、私この家で育ったじゃない？お母さんの実家ですから、ね。はいはい。昔ね、子供の頃見たわ、そういえば。あの仏間にね、夏になると白い着物着たね、おじいさんが来てたんだよねって。へー。こういう時期だから来るんじゃない？って言われて。あ、幽霊なんだって初めて思った。まあ、そこで。ようやっと気がついた。なるほどね。まあ、そうじゃないと、こうはやんない。見えてますか？イェーイ、すいません、ノリは。幽霊だった。幽霊だった。幽霊だったっていう。面白い。いや、面白いですね。いや、カノさん、全部でどれぐらいのお話をお持ちなんですか？こう、喋れたりする。わかんない。あ、数えたことない。それだけあるということでしょう、きっと。本をいっぱい書いてるので、階段の単著だけでも10冊以上ありますから、だからね、そうすると1冊に数十数は以上とはあったりするから。300最低でも。そうですね。ということは、次回もお越しいただくということで。全部話させるみたいな。全部300言ってくださいみたいになってるけど。2回目も続くよ。いくらでもお話できますので、ぜひ、呼んでいただければ。ありがとうございます。今回は、カノさん、マリコさんにお越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。